元貴乃花親方の花田浩二氏46と元フジテレビアナウンサーの河野恵子さん54の長男で靴職人でタレントの花田雄一23が9日のフジテレビ系バイキング月金曜全11時55分に生出演し靴作りについて語った。雄一にとって現在注目を浴びていることはとってもありがたい。無視されることが一番辛いことと思うと状況だという。さらに職人とはスポットライトが当たるべき職業、職人という精神論を伝えるために靴というツールがあるだけ。僕がこの先画家になったとしても、カバンを作り始めたとしても、靴を始めた時の思いと何も変わらないと、なるべく多くの人に知ってもらいたい。感情という目に見えないものを形に残すことに快感に覚えてやっている。作品のツールは何でもよくて、見て涙が出るとか見て怖いとか、そういうものに僕は面白さを見出しているなどと自身の理念を説明した。これらの説明をしばらく聞かされた、おぎやはぎの矢作健47は、お父さんの気持ちがわかるもん。今みたいなことガンガン言われたら、うるせえから10年靴作れ、と言いたくなるとバッサリ。矢作のリアクションに対し、雄一は爆笑した。さらに雄一が、そのうるさいとか、ムカつくとか、もどかしいとかいう気持ちは清算して、と口にすると、矢作は、それがうるせえって言っているんだよ、と、さらに一喝。それでもめげない雄一は、ムカついたり、イライラする絵の展示会とかやったら面白そうですね、と、何か収穫を得た様子だった。